じゃあですね、最初のお話をしたいと思いますが、いかがですか皆さん、少しは学ぶところがありましたか。はい、じゃあ今日はやはりヨハネによる福音書からの言葉を選んでお話をしたいと思います。ヨハネの13章の34節と35節ですね。じゃあ読んでみましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです、ということです。ああ、ごめんなさい、マスクを忘れちゃってた。Okay. まあこれは有名な言葉ですよね。我々がクリスチャンであるかどうかということを周りの人が不思議だなと思って見るのは何にあるのかというと、我々が互いに愛し合っているかどうか、それが最終の何て言いましょうか、僕たちのゴールですね。ですから、それが実は新しい戒めだとイエス様はおっしゃったんですね。互いに愛し合いなさい、ね、それが新しい戒めだ。で、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も愛し合いなさい。クリスチャン生活のゴールはそこにあるというふうに思いますね。でもまあここでイエス様は、新しい戒めとおっしゃったわけですね。でそれがどういう意味なんだろうかと思いますね。例えば古い戒めを取り去って、これまでとは違う新しい戒めっていうのをお与えになったのかなと思いますが、例えばまあクラークという人はね、校長になった時に、日本人の教師の方がたくさんの生徒心得帳といいましょうか、規則を持ってきましたよね。でその時にクラークは、こんな規則で教育っていうのはできませんと言ったんですね。これはもういらないと。ただ一つだけですね、全部を廃止して私の新しい一つの考え、新しい戒めは一つだけです。 Be gentleman、 紳士たれ、それで十分だ。つまり言い換えれば、古いさまざまな規則を廃止して、そして新たな戒めを与えたわけですね。クラークの場合はそれが Be gentleman、信したれということであった。まあ、ある意味で、まあ、そういうような意味においてイエス様もね、これまでも従来、クリスチャンというのは、人間というのはこういうことをいろいろと守っていかなければいけないんだということをずっと教えられてきたかもしれない。でもそういうものをあるいは全部取り去って、いや、もう一つだけ新しい戒めを与えましょう。つまりあなた方は互いに愛し合いなさい、そういうような意味で言われたのかなとも考えますね。でも互いに愛し合うっていうのは大体みんな知ってるよね。あんまり新しくない、新鮮さがないというか、聞いたことがあると。それでもですね、あえて今一度イエス様がこの言葉を弟子たちに語りですね、これは新しい戒めなんだと、こういうふうに言われたのはなぜなのかなと思いますね。でつまりイエスが命令なさった愛っていうのはどういう意味において新しいのかということをですね、考えてみたいわけですね。
でそれはですね、人生の勝利は、みんな人生で勝利したいですか？人生の勝利はただ愛によるほか誰もそれを手にすることはできないという意味で、とても斬新な戒めです。他に方法はないということですね。愛のほかあなたが、ああ人生でよかったと思うことはないそうですですね。あるいは能力によって勝ったと思うことがあるかもしれないけれども、しかしですね、まあある意味でそれは最終の勝利ではない。人の妬みを買うかもしれないですね。新たな戦いが始まるかもしれない。けれども人生、我々が本当に人生で勝利を得る道は愛のほかないんですよ。これがイエス様が我々に与えてくださった新しい戒めなんだな。イエス様はそう断定して、その生涯において愛するということを実践なさった。これがイエス様の生涯の全部だと言っていいんだと思いますね。どうしたら家庭に、職場に、あるいは国々の間に平和をもたらすことができるか、あるいは我々の人間関係の中で勝利を得ることができるか、それについてイエスは愛による以外にその勝利はないというふうにおっしゃったということですね。だから愛を学びなさい、そして愛を実践する以外に最終の勝利への道はありません。いかがですか？お金で人の心を得ることができますか？できないですね。力で人の心を得ることができますか？できません。だからこれはもうイエス様は2000年前に人類に対してはっきりと語られた、いわゆる勝利を得る道は愛による以外に一つもないと、そういう意味ですごく新しい戒めですね。でプーチンは軍事力でウクライナの人々の心を得ることができますか？彼は言いましたよ、彼らは同胞だと、同じスラブ民族で長く我々は一つだった、だからといって一緒になろうと言って武力を使いましたが、それでウクライナの人々の心を得ることはできないですね。習近平はどうですか？軍事力で、脅しで台湾の人々、同じ同胞だって言ってますよね。その人たちの心を得ることができますか？できないんですよですね。ですからイエス様は言われました。軍事力や経済力で世界に平和をもたらすことはできませんですね。ただ愛によってのみ実現できます。実はイエス様はね、歴史上初めてただ愛によって世界に影響を与え、世界を変革し支配できることを証明されました。ですから愛が実は世界を動かします、世界に勝利を与えますですね。そういう道を開かれたという点で、イエス様が説かれた愛は全く新しい戒めだったんだなというふうに、思いますね。で、イエス様ってとても不思議ですですね。名もない大工として生まれ、30歳の時伝道の生涯に入って、ただ一つ人々に愛を説きました。そして多くの病んでいる人々を癒し、傷ついている人を慰めました。で彼は生きている時にね、四国ぐらいの小さな国から一歩も出なかったんですよね。でしかも彼が伝道したのはわずかに3年半です。やがて当時の権力者に捕らえられて、十字架につけられて殺されました。で本当に短い、名もない一人の人の生涯だったんですけども、その生涯はなんと人類のために捧げられた愛の生涯でした。つまり彼には愛のほか何もなかった、金もない、武力もないですね。
愛のほか何もなかった。地位も名誉も財産もありませんでした。しかしこの方の影響は弟子たちを通してなんとまあ全世界に広がっていって、今もなおですね、この方はですね高く多くの人々に評価され、そしてまあ尊敬され敬われていますよね。この方ほどある意味で人類に影響を与えた人はいないのではないかと思いますがですね、聖歌にこんな歌があります。心なき国人に踏まれ散らされしが、その根よりもえいでて今や世界に満つと言われていますよね。もう本当に不思議な働きをなさいましたが、たった一つ愛によって全世界の人々のこの2000年にわたって多くの人々の心を捉えられたんですよ。だから皆さんがね、誰かに感化を与えたい、誰かに私の存在を通して影響を与えたい、良い意味の影響を与えたいと思うなら、たった一つ愛による方がないんだそうです。だから伝道者って何を学べばいいですか、愛を学ぶより他ないですね。愛を学ぶことに失敗したら伝道者としても失敗、人間としても失敗です。だからイエス様は、私はあなたに新しい戒めを与えますって言いました。互いに愛し合いなさい、そうすればあなたは誰からも、ああ、あの人はイエス様の弟子だと言われますというふうにおっしゃったんですね。ねえ、なんとこのイエス様のね、愛しなさいという戒めに、あのイエス様の弟子たちだけではなくて初代教会の多くのクリスチャンたちがそれだけに従いました。でローマの厳しい迫害の中で決して彼はね剣を上げなかったですよ。抵抗しませんでしたね。彼らはただ愛によってのみその権力と対峙しました。向かい合ったですね。そして多くの人々がね、まあ殉教しましたけれども、どっちが勝った？愛が勝ちました。クリスチャンが勝って、ローマは、迫害したローマは滅びていった。でもクリスチャンたち、教会、キリスト教っていうのは今なお世界に伝えられていますよね。かつて世界の制覇っていうのはみんな剣によったんです。アッシリアもバビロンもギリシャもローマも、広大な帝国を彼らは築きました。でもみんな滅びてしまいました。だからイエス様は言いました。剣による支配は必ず剣によって滅びる。ですから私たちの人間関係においても、私たちは抵抗しても勝ちません。あるいは剣を上げても勝ちませんですね。ただ相手の心を捉える唯一の道は愛以外にないです、とこういうふうにイエス様は言われたわけですね。そういう剣によらず、権力によらず、ただ愛によって、まあ、人々の心をですね得るということ、そのことを実現なさって、そしてそれより他に道はないのですよと語ってくださったのがですね、ある意味イエス様であり、この愛という一つの素晴らしい方法を我々人間に導入してくださったのがイエス様だというふうに思いますね。でイエス様は繰り返し、剣を取る者は必ず剣で滅びます、手を挙げれば負けですと言いました。しかし愛は最後には必ず勝つというふうにおっしゃったんですね。ですからクリスチャン生活とはこれを学ぶだけの生活です。もうこれを学んだらすごい強いですね。ですがどうですか、学びたくない愛をどうしたらね、愛を神様からイエス様からいただけるかなと思いますね。マルチン・ルーサー・キングはこの愛の原理を黒人解放の運動に適用しました。ですから彼はこう言いましたよ。我々は決して白人たちに抵抗しないって言いました。剣をあげないと言いました。むしろ彼らが私たちに苦難を負わせようとするならば、我々はそれにどれだけ耐えれるかという我々の力を抵抗させようって言ったんですよ。
あるいは迫害された場合、どこまで我々が迫害する人たちを愛することができるかという力を対抗させようと言いました。それが一番強いのだって、すごいですね。こう言ってマルチン・ルーサー・キングの運動はついに大成功を収めていったわけですね。ああそういうことは可能なんだなと思いますね。ガンジーもしかりですね。 ですからこの愛の力がこの公民権運動をアメリカにおいて成功させたんだと思います。で、しかしどうですかね、本当に愛だけで勝つのか。みんな教会でもさまざまなね、ある一つの奉仕をしようとすると確執が生まれるじゃないですか。戦いが生まれるですね。そんな時どうしたらいいか、ね、どっちが正しいということで争うのか。でも、ね、どちらにも言い分があるんです。見てください、ウクライナあるいはロシア、どちらにも言い分があるんですよ。で片方だけが絶対正しくて片方は絶対に間違いなんてことないのね。じゃあどうして折り合いがつくのか。イエス様言いました、愛による以外に折り合いはつきません。だからあくまでですね、愛するという意味ですね。でもまあですね、やっぱりこのある程度物事がうまくいくためには、まあ制度、決まり、約束事っていうのは必要なんじゃないですかと思いますよね。皆さんもやっぱりここで生活する以上うまくいくためにあるね、一定の約束を取ってなるんじゃないそれ守らないとやっぱりちょっとなぜ守らないのって言ってみたくなりますよね。ですからやっぱりある程度約束事あっていいんじゃないか。確かにある約束事である一定のですね、成功を収めることはできるだろうというふうに思いますね。ですからモーセは十戒というものによって奴隷だったユダヤ民族を極めて洗練された民族に育て上げました。また戦後の日本も新しい憲法、民主的な憲法で農地改革や財閥の解体などによってとても素晴らしい一つの戦後の日本を築いた。ですからやっぱりある一定の、まあ、法則規則というのは必要なんじゃないかと思いますね。でしかしながらイエス様はですね、そういう新しい制度を一つも作らなかったですね。そして組織も作らなかった、教会という組織も作らなかったんですよ。そしてただ一つ、互いに愛し合いなさいということだけを言いましたですね。それがイエス様が我々に与えたもう新しい戒めですね。ですから人間関係や家庭の改善、学校や社会の改革、どっから始めたらいいですかと問うならば、イエス様はたった一つ、ただ愛から始めようと言われました。つまりなぜそう言われるか、それより以外に成功の道はないからですね。じゃあね、僕たちは、それだけでいいのかと戸惑うかもしれません。でもそれ以外にないんだと思いますね。まあ僕の方にも書いてますけど、三浦彩子っていう人が「我弱ければ」っていう本を書きましたね。矢島果樹子の伝記ですね。この人熊本の出身ですね。でまあこの人の親族は熊本でもたくさん素晴らしいクリスチャンたちがいるんですけれど、でも若い時に彼女はね、過ちを犯しています。それでもツルーという宣教師はね、この人の教育におけるところの能力を高く評価したんでしょうね。それで自分が始めたミッションスクールの校長に招きます。でしかし彼女はね、喫煙家だった。でタバコをやめることができない。でミッションスクールの校長でしょ、ですから若い先生たちはみんなクリスチャン、熱心なクリスチャンですね。ですから鶴っていう宣教師に言いました、あの方はタバコをやめないんです、なんとかでやめるようにおっしゃってくださいって言うんですけど、鶴はですね、どんな人にもその時があります、
神様が必ずあの方に語ってくださると思いますって言って決して注意しようとしないんですよね。でも若い教師たちはずっと不満を持っていました。で、矢島梶子はその若い教師たちが不満を持っていることを知ってた。知ってたけどもね、彼はタバコを彼女を吸うのやめないですね。ところがみんな読まれた方はご存知だと思いますが、彼女のタバコの不始末で火事が起こっちゃうんですよね。まあぼやで済んだんですけれども、しかしそれはおののきを与えました。校長でありながら自分のタバコの不始末で校舎に、そしてね、火事を起こした。もしそれが広がって料理まで及んだならば全寮制ですから、もう子供たちの命が奪われたかもしれない。それは彼はね、かしこもやっぱり良心的に大きな責めを感じて鶴のところへ行って、宣教師のところへ行って床にね手をついて許してくださいと謝ったんですよ。そうするとね、鶴宣教師もいいえって言ってね、彼女も床にひざまずいて、そして私の指導が悪かったんです、私を許してくださいと、お互いに涙を流して許してくださいって言うんですってね。で、その時やっぱり梶子は驚きました、鶴生のその態度にね。もう当然鶴生は怒って叱るべき、で自分を解雇して叱るべき、それなのに私の方が悪かったって言って謝る。それにね、梶子はもう激しく動揺します。心を打たれますね。その様子をね、三浦綾子はこう書いていますよね。なぜ叱らんのか、なぜ怒らんのか、なぜ咎めぬのか。もともとミセス・ツルーは人を咎めることを知らぬ人格の持ち主なのであろうか、それとも信仰によって今のツルーとなったんだろうか、ということをですね、三浦さんは書いていますけれども、この鶴の態度で、まあ、矢島梶子さんは改心するんですね。もちろんタバコはやめます。そして新たな人生に向かうわけですね。で、その後もうこんな自分を許してくださった、こんな自分を受け入れ許してくれた鶴、そしてまた許してくれた神様に対して本当に砕かれるんですね。そしてなお校長としてやってほしいという鶴のお言葉に励まされて、また校長を続けます。そして彼女はね、神様を深く知った。その結果、全部の校則を撤廃するんですよ。で、そうして言いました。あなた方は聖書を持っています、だから自分で自分を治めることができるんです。ですから校則を撤廃して取り締まることがない。言い換えれば、校則がないとどうなるかというと、糾弾するものがなくなっちゃうんですよ。あなたは破ったっていうものがなくなる。だから誰も糾弾しない。すごいね、こういうようなことをやったんですよね。まあ、ですからある意味でこの矢島梶子が経験したのは、愛というものが結果的には勝利をもたらすんだということだったんだと思いますね。ですから僕は自分の人生の中で、教会でも、例えば牧師と信徒の関係、あるいは信徒が日曜学校で奉仕するとそこでの奉仕の関係、あるいはまたキャンプをやったならば必ずリーダーたちの関係、いろいろなことが起こってきますけども、最終的にはね、愛による以外にどれもうまくいかないってことです。これだけで牧師は随分楽になる他何も考えなくていい。ですから、じゃあどういうふうに愛するんですか。イエス様はね、愛しなさいとおっしゃったんですけど、一体愛するってどういうことなんですかと聞いたら、イエス様は何て言いましたか。私が愛したように愛しなさいとおっしゃったんですよ。だからイエス様はじゃあどんなふうに愛されたのかということですよ。第一は、どんなふうに愛されたと思いますか、皆さん。全ての人を無条件で受け入れました。それが愛ですね。いろんな意見の人があります。でも全ての人を
無条件で受け入れるですね。で、ある意味でね、あの道路っていうのはすごく寛容なんですよ。誰でも歩けるそうですね、お金のない人も歩ける、男も歩ける、女も歩ける、子供も歩ける、で小さな、ね、よちよち歩ける子供だって歩ける。つまり道路っていうのは万人を受け入れる、そういう歌をね、ホイットマンという人は大道の歌、大きな道の歌という歌を作りましたね。いろんな種類の人が道を歩く、大人も子供も赤ん坊もそこを歩くと彼は言いました。さまざまな人種の人が、職業の人がそこを歩く。大道は全ての人を差別なく受け入れている。なんと大きな受容の精神が大道には横たわっていることだろうと彼は言いました。ですから、あの大道のように全部受け入れ、なかなかできないけれどね、受け入れる。私の奥さんはどちらかというとそういうような感じの人なんですよ。時々困るんですけど、少し制限したらっていうんで制限しませんですね。まあ、あの子供たちが、ね、教会に中学生高校されて来た頃ね、彼らはいつもあの遅くまでギターを弾いて街道でもう賛美してるんですよ。楽しいんだね、なかなか帰ろうとしない。夕食の時間になるとね、彼女は一生懸命料理を作ってるわけです。で僕に言うんですよ、何人残ってるか見てきてって言うんですよ。だから僕は見に行くと、残ってなければいいのにと思いながらそう言うと、3人いるよって言ったら、するともう必ず材料を増やして3人分作って招いてって言って食事をするんですよ。だからほとんどあの頃ね、夕食に誰かがいないってことはないくらいですね。まあ、そういうふうにして彼女は誰彼となく、申し訳ないけど誰彼と、まあ、本当に招いて、でもね、子供たちはそのことがとても楽しかったんだね、うちの子供たちは。だから、あの大人になって懐かしく思い出すのはね、教会の僕たちの食卓にいつも若い人たちがそこにいたことだ。だから食卓がとても楽しかったっていうふうなことをね、書いてましたね。だから今自分は核家族で、ね、自分の子供たちはそういう経験がないのがかわいそうだなと思うことがある。だから言い換えれば、うちの子供たちはそうやって受け入れるということを学んでたんです、いろんな人をですね。それが受容です、愛です。でイエス様は誰でも受け入れましたですね。サマリア人を受け入れました、盲人を受け入れました、外国人を受け入れました、主税人を受け入れました、会員の女も受け入れました。どんな背景の人も差別なくイエス様は受け入れましたね。昨日罪を犯した人も、今日罪を犯した人も、一度罪を犯した人も、十回罪を犯した人も、みんな受け入れました。すごいね、イエス様って。だから愛しなさいって言いました。私が愛したように愛しなさい。これが皆さん受容の精神をですね、学ぶことは、これは新しい戒めを学ぶことだなというふうに思いますね。菊池吉也というね、牧師さんがいました。彼は子供の頃ね、青森の人ですけどね、遊郭で育ったんですよ。戦争前は遊郭ってありました、知ってますね、遊郭ってね、悪い商売をやっているですね。子供の頃はね、お母さんがそれを経営していた。お父さんは早く死んだので、お母さんはそういうことをするのでない限り生活ができなかったんでしょうね。で、子供の頃は、ね、女たちがたくさん周りにいるので可愛がられて、とても、まあ、幸せに思っていた。しかし、だんだん年を取って、というかティーネイジャーになる頃には、それがどんな商売であるかが分かった時にもう辛くなりました。なんでお母さんこんな商売をするのか、もうやめて遠くに行こう、僕は恥ずかしくてどこにも歩けないと言ったんですね。それでも、ね、あの年を取ったおじいさんがいて、おじいさんをやっぱり養っていく、お前を養っていく、これより他ないんだとお母さんが言うのね。
で彼はもうですから反発して不良少年になっていましたね。でそういう少年だったんですけども、ある日ね、ルヴォーで伝道する牧師の話を聞くんですよ。彼は電柱に隠れて聞いていました。それはね、姦淫の現場を見つけられてイエスの前に引き出されて今にも石打ちされそうな一人の女についての説教だったんですね。ですからそれを聞いてはっと彼は思ってね、立ちすくんだ。そしてその女とは私の母のことではないか、あるいは私のことではないかと思ったんですね。そんな女をイエスって方はどんなふうに扱うのか、非常に興味が湧いたというよりはもうですね、立ちすくんでじっと耳を傾けたんですね。一体そんな女にイエスはどんな言葉を傾けられるのか、ね、その一点に渋いなられたですね。でイエスはその女に言われましたよ。あなたに石を投げた人がいましたか。誰もいません。私もあなたを罰しない、これからは罪を犯さないように。もう菊池青年少年はね、それを聞いた時にね、このイエス様の言葉に衝撃を受けたと言いましたね。そしてこの言葉の意味がよく分かった。イエスという方はなんと優しい方だろう、この方は僕みたいなもの、あるいは母のようなものを、こんな不良をそのまま許して受け入れてくださるというのだ。でそこで彼はもうイエス様に感激して、そしてイエス様を信じてイエス様に慰められてクリスチャンになるんですね。この人は後に牧師になりますですね。で彼は後に言いました。この女に投げかけられたイエスの言葉の深さは普通の人にはわからない、私のような境遇の人間でなければ本当にはわからないんだと彼はね言いましたね。この出会いがこの人を、まあ、本当に改心させ、素晴らしい伝道者になります。いくつも本を書いてますね。僕はこの人の本で慰められたことがたくさんありますけれど、こういうふうにね、イエス様は福音書を見た、どこを見てもどんな人も受け入れるイエス様の姿がありますよね。だから新しい戒めを与えると言いました、ね、それは愛することだと言われました。どんなふうに愛するんですかと聞くなら、私が愛したように愛しなさいとおっしゃった。どんなふうにはイエス様あなたは愛されたんですかって言った、今言ったように万人を受け入れると、これがイエス様の愛の方法ですね。で僕自身もですね、やっぱりこの万人を受け入れるか、やっぱりイエス様の愛が僕の心を捉えましたね。ですからそういうね、無条件で受け入れてくれる、まあ、このことが僕にとっては大きな安心を与えてくれたというふうに思います。でその万人をこう愛するということを時々難しく感じます。ですからね、万人を愛するための訓練の方法があります。万人を愛するためにはですね、なんと言いましょう、自分の人生に起こった全てのことを受け入れるという練習をすることです。わかりますか。嫌なことが起こります。でもそれを受け入れる、ね、辛いことがあります。きっとそれはね、神様は何か意図を持って与えてくださってるんだなと思って受け入れるですね。不幸が突然やってきます。それでもですね、私たちはその不幸にも何か神様が背後に意図を持って与えてくださっているんだなと思って受け入れようとしますね。そういうふうにですね、この自分の人生に起こってくる全てのことを受け入れるということを一つ一つ学んでいくわけです。ですね。
これは主がなさっていることだ、だから意味があるのだ。で後にですね、そういったことを時には抵抗した、そういったことも後になったらば、ああ、あれはあれでよかったんだなと思うことがたくさんありますよ。ですから皆さんが万人を受け入れるってことが難しいならば、まず万物を受け入れることから学んでいくことです。自分の人生に起こるいろんなことをですね、受け入れていくことから、徐々にですね、人をも、どんな人をも受け入れる力が私たちに与えられてくるだろうと思いますね。で、まあ万事を受け入れるということは、これイエス様も学ばれたことですよ。だってイエス様は、ね、願わくばこの杯を取り去ってくださいと言いましたよ。しかし他に道がないのでしたならば、あなたの御心がなりますようにとおっしゃったんですね。こうやってイエス様は最後に万物を受けになったんです。自分の人生に起こった全てを受け入れられた。こうして自分の周りによる全ての人をですね、許し受け入れられた、ね、彼らがイエスを罵る時にですね、十字架上で父よ、彼らを許してくださいと言いました。彼らは何をしているのかわからないのですからと言われたですね。ですからイエス様はですね、必ずこの愛が勝つんだよと言いました。私がそれをやってみせたじゃないか。これはイエス様の生涯の意味ですね。で、イエス様はこのように、全ての人を無条件で受け入れるってことをなさった。でもう一つですね、この彼の愛のもう一つの特徴は、どんな時にもね、周りの人を励ました。励ますって素晴らしいことです。どんな場合にも励ます、ね、イエスはなんと多くの人をね、励ましてこられたことかと思います。だって弟子たちが動揺するたんびにイエス様が語られた言葉は何ですか。恐れてはなりませんって言いました。これ励ましよね。もう恐怖でおののいている時に誰かが恐れる必要はないよって言ってくれたらほっとしますよね。イエス様が恐れてはならない、心配してはならない、心を騒がせてはなりません、安心していなさいというのが、もうイエス様がね、どんな時にも人に語られる言葉ですね。ですから船で嵐がやってきた時に、もうみんなおのどいている時でさえも私だとおっしゃったんです、ね、幽霊のようにイエス様が来られてもうおのどいたですよ。その時に私だとその声を聞いた時に、もう彼らは慰められたですね。ですからそういう意味でイエス様って方はどんな時にも励ます、ね、イエス様はあまり責めないよ。責める人好き？でもイエス様は責めない。なんといつも励ましてくれるんですね。だから我々も人を責めるよりも励ますことのできる人になれたらいいなと思いますが、それがね、このイエス様が言う新しい戒めの実践だというふうに思いますね。イエス様が、ごめんなさい、ペテロがね、私はあなたが死なれるんだったら一緒に死にますって言った時に、イエス様はね、彼の気持ちはありがたいと思ったけど、彼の弱さも知っていました。だから、ね、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうとおっしゃったですよね。で、結局ごめんなさいね、もうちょっと言ってからね、そしてペテロは結局三度知らないって言ったよね。で、その時イエス様はどうなさったか知ってますか。目が合いました。そしたら賛美歌作者が言うには、それは慈しみに満ちた眼差しであったと賛美歌作者は歌ってますよ。だからそれを 目を見た時にね、ペテロは激しく泣いた。なぜ泣いたの。イエス様責めなかったから。だから泣いたのね。私は何
と傲慢だったんだろう、イエス様を許してくださいって言って泣いたんですよ。責められた方ではありません。そんなペテロで許す、その励ましの、ね、態度に、ペテロって泣いたんだなと思います。ですからそういう意味でですね、励ます方ですね。でザーカイもね、みんなから嫌われたのに彼を励ましたのはイエス様だけだよ。彼なんとかイエス様見たいと思ってね、お忍びで入ろうとしてもね、もう厄介者の扱いにされて、それで彼は高い木に登ってイエス様を見ようとしたですよ。誰からも、あ、ここに場所があるよって、ここから見ると見られるよなんて励ましてくれた人なんて一人もいません。ところがイエス様は彼が上から見ていると、ザーカイを降りてきなさいって言いました。そしてびっくりしますね、今日あなたのところに泊まることにしている。こんな励ましの言葉を彼は聞いたことがなかったですよ。ですね、どうして僕みたいなものと思ったですよね。それが彼を完全に改心させましたね。だから本当にイエス様っていうのは励ましの人だなと思いますね。で僕の場合にも何度も、ね、大学進学の道が閉ざされた時にも、ね、それだけで自分の将来はもうなくなったと思って僕は暗い気持ちで生きていた、そんな私に向かってイエスが投げられた、投げかけられた言葉は大丈夫ということだったんですよ。私があなたと一緒にいる、大丈夫、これはイエス様の言葉です。ですからどうかですね、僕たちもできることならね、どんな人にも大丈夫っていう言葉を投げかけてやりたいな。これは愛するということなんだと思いますね。はい、じゃあ質問があるそうです。はい、はい、一つちょっとお伺いしたいんですけど、はい、僕もなかなかこう励ましっていうのはすごくこうもうアーメンでそのような人になりたいと思って、いるんですけど、なんかその中で、例えば自分の思いとはまた違くて、こう立場的に何かをこう言わなければいけない、例えばこれから結婚して子供が生まれたとかなった時に、父親として子供に何かこう言うとか、他のクラスの先生とかでやっぱり子供をちゃんとしつけることも大事だとか、そういうのを教わったりとか、こう上級生になってくるとこう言わなければいけないことがあったりとか、まあ、その時も受け入れてこう愛したいなっていう思いがあるんですけど、なんかそういう時に伝える時は励まして励まして励まして最後にちゃんと言うことは言うっていうことなのか、もうそれも言わないで愛するのか、なんかそこの微妙なとこがちょっと自分が苦手で、なんかそのもう言わずに陰で取りなすとか、もう自分はなんかそうしたいんですね、もう正直言うと、言うのも苦手だし、常に愛する受け入れるみたいなことをしたいと思ってるんですけど、なんか先生の話聞いてるとそれでいいのか、でもそういう伝えなければいけない時は伝えるっていうのはしなければいけないんだったらどうしていったらいいのかっていうのをちょっと教えてもらいたい、はいはいはい、それ大切なのはね、我々が励ますということよりもっと大事なことがあります。何だと思いますか。我々は一生懸命励ましています。でも自分は励ましていると思ってるでしょ。大事なことは自分が励ますことよりも相手が励まされていると感じることが大事です。こっちは励ましているつもりでも励まされていない場合があります。だからもし向こうが励まされていると感じるならば、例えば僕たちがある助言を与えることも励ましになるんですよ。こうするともっといいかもしれない、これは責めるんじゃなくって、逆に彼らが励まされていると感じているならばどんな言葉も入っていくんですよ。わかりますね。だから励ましを押し付けないってことです。これだけ励ましてやったじゃないかって言ったらもうアイデアはもうなくなってしまう。いいですね。もう分かりやすいです。ありがとうございます。はい、なんかこう
愛することをそのなんて言うんだろう、これまたすいません、尊重すると同意しないことに話題に尊重しないすることと同意しないことになっちゃうんですけど、なんかこうそのなんか愛すること、要は認めてあげることをもっとこうなんて言うんだろう、自分の内側で理解したくてちょっとそのことを質問したいんですけど、なんかイエス様の愛っていうのは神の愛っていうのは御子を遣わした愛、十字架のその罪、僕たちがその向かっていくことをすでにしてくれているっていうか、それがこう愛っていうところかなって僕は感じてるんですけど、なんか他の方たちが違う動機でその愛するっていうことをすることしか ないじゃないですか。他の人は愛してるってことをクリスチャンじゃない方とか、まあ、クリスチャンの方でも、まあ、クリスチャンじゃない方ってそれをしてたりすると思うんですけど、なんかその人たちと会った時にその 愛はそうじゃないよみたいな、そういうことを思う自分がいて、なんかそこをなんかこう解消していきたいなというか、なんかこういろんな人のことを知れば知るだけそういうふうな気持ち、要は自分が愛が分かってるというか、そういうふうに人と接してしまったりするようなところが多分あると思うんですけど、なんかそこをどうやってなんかイエス様がこう解消しようとしてくれてるのかっていうのをなんかこう先生からちょっと受け取りたいなと思ってて、で、そうですね、僕はですね3人兄弟の真ん中ですね。でみんなね男ばかり3人なんだけど、同じ両親から生まれて、3人はですね必ずしも両親の愛を一様に受けてるってわけではないんですよ。みんな一緒に育ちながらみんな環境が違うの。最初に生まれた子は一人っ子の体験を持ってるんですよ。だから両親の愛を全部占有したっていう体験があるんです。とか2番目はもう最初から半分に分けられてるわけですですね。と同時に最初の子は自分に向けられた全部の愛を2番目に取られるという恐怖を感じてるですね。でそれから3番目の子っていうのはね、大体昔は3人で子供って終わってたのでほぼ全面的愛を受けるんです。だから僕の父がね、僕がクリスチャンになった時言いましたよ、お前ばっかり叱ってたから、だから何か考えるところがあってクリスチャンになったんだろうって。でもあの頃はお前を叩いていれば家に平和があったと言われたのねで僕びっくりしてね、そんなに自分ばっかり叩かれてきたのかなと思ったね。で子供ってみんな忘れるものでね、そういうようなこの恨みとかそういったの全くなかったのね。だから父のその言葉はとても意外でした。でも父が亡くなって、そして僕は告別式をして、そしたら下の弟が僕も一言言いたいと言ったんですね。で彼は言いました、私は父に愛されて育ちましたって言ったんですよ。父に叱られたことも叩かれたことも一度もありませんでした。それを聞いて僕はショックでしたねやっぱりそうだったんだと思ったんですね。で実はね、大体うちの教会にも末っ子の人が
何人かいますけども、末っ子の人はね、大体おおらかです。あるいは多くの人々をね、比較的広く受け入れる力をこう生まれながらに持っている。ところが2番目っていうのは、上と競争し下と競争して自分の場所を見つけるっていうことを懸命にやってきたので、人を受け入れるよりも自分の場所を見つけることに懸命ですね。僕なんかそういう人間なので、神様からいろいろ取り扱われた。ところがね、私の妻は末っ子ですね。しかもね、年を取ったお母さんから生まれて、一番上のお姉さんが20も上ですから、だからみんな5つずつ違うんですよ。彼女はその一番下ですから、もう家族みんなが自分の親みたいですね。だから彼女は何一つ咎められたことがない。もう本当に自由にのびのびと、ただ周りの人の愛を疑うことなく育ったんですよ。素晴らしいなと思うね。だからね、許容性が僕なんかよりはるかにある。だから僕が言いたいのは、僕は人からそれを受けなかったかもしれないから、神から受けることです。だから僕たちは神様からもう受けた分だけ心が広くなります。で、神様の愛はもう無制限です。そうすると僕たちはですね、神様から愛を受ければ受けるだけ、どうやって人を受け入れ、あるいはまた人を注意しなければいけない時があるとしても、その注意をしたらいいかということも分かってきます。でも自分の理論で注意していくと間違いやすい。だって自分の考えに従っているので。でも神様から慰められて慰められて、そうしてやる時にはうんと変わってきます。いい話ね、いい例が放蕩息子とお兄さんの違いです。お兄さんだってお父さんから愛されていたと思いますよ。それは知っていた。でも下の弟の方のようではなかったよね。でお兄さんは真面目でいい人だったんですよ。だけどね、まあみんなよく知ってるよね。なんで弟はあんなふうに、広い愛を持つことが後でできたかっていったら、無条件で愛されたから、無条件で愛されたから。そして我々はどちらかというと放蕩息子のようであるんだなと思います。でお兄さんの方はね、やっぱり自分はちゃんとお父さんの戒めを守ってきたっていう自負心もありました。だからね、本当はお父さんは愛していたと思うんだけれども、あなたはね、私はこんなに忠実に奉仕してきたのに、羊一匹だって友達が来たからって言ってくれたことないじゃありませんかって不満を言ったりしましたよね。でも弟はもう帰ってきた時にはもう全てが恩恵でした。だから答えになったかどうかわからないけれども、これはですね、もう神様から愛を受けた分しか人を正しく愛することはできませんと思います。だから僕も学びの進行形です。もうやっぱり神様から愛を受けることだなと思います。で神様は何度も僕失敗してもね、大丈夫と言ってくれました。そうでなければ立てないよ、ね、え今日まで本当に失敗ばっかりしてきたけど、でもやっぱりね、なお受け入れてくださったですね。はい、ねえ、まあ、ぜひそれで答えになったかどうか分からないですけど、じゃあ皆さん覚えてくださいね。
これはもう聖書全部を一つにしたら愛は必ず勝つとイエス様が言われた。これが新しい戒めだということですね。思い出して時々どうしようと思う時にそこに戻るより自分の心に平安はないんだと思い起こしてもらいたいと思いますね。お祈りします。天のお父様、あなたは私どもに新しい戒めをお与えになりました。それは愛するということでした。なかなかできませんけれども、あなたは私たちにその力を与えてくださることを感謝します。あなたはそれによって万人の心を得られました。同じように私たちもいろんな人々に受け入れられ、また受け入れていきたいと思いますが、あなたの愛を与えてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。はい、じゃあ終わりたいと思います。